はい、皆さんこんにちは、こんばんは、シマチャンネルのシマヤです。はい、本日なんですけども、まあ、先日のこだわり部分についての動画を見てくださった視聴者様からコメントいただきました。ありがとうございます。コメント内容がすごくいい質問をいただきましたので、皆さんにも知っていただければお車ご購入のご参考になるかなと思い、視聴者様の確認を取って今回はお話をさせていただきたいと思います。それでは本日もサクッとやっていきましょう。はい、今回はこちらの MacBook を使用して素人なりにお話の方をさせていただきたいと思います。はい、それではこちらの前回投稿した動画のサムネなんですけども、まあ子供のこだわり部分についてお話ししました。まあ、前回の動画まだ見られてない方は、もしよかったらこの動画を見て今回見ていただいたら、より内容がわかるものとなっておりますんで、よろしくお願いします。はい、それではですね、まあ、早速いただいたコメントの方をご紹介したいと思います。はい、こちらのカーライフさん、いつもご貴重なコメントありがとうございます。でですね、今回カーライフさんからいただいたコメント内容の方が静粛性と乗り心地を優先ということで、 LS や S クラスなどは検討されなかったのでしょうかというコメントいただきました。ありがとうございます。前回自分がこだわり部分は静粛性と乗り心地ですとお話しさせていただきました。で、確かに上位クラスのモデル、まあ、LS や S クラスは GS300H より静粛性乗り心地はさらにいいものかなと思います。ですんで、まあ、今回はなぜ僕がレクサス GS300H にしたかのかをお話ししていきたいと思います。なぜレクサス GS300H を選んだのかについてなんですけども、サクッとご紹介の方させていただきたいと思います。なぜレクサス GS300H を選んだのか。で、まず、まあ、数あるセダンの中で僕が始めたのは、数ある中から絞り込み4選の方をご紹介いたします。はい、こちらになります。まあ、自分の中でハイブリッド、高級セダン、レギュラー仕様、予算300万円という4選の方で絞り込みました。で、まずハイブリッド、まあ、正直乗ってみたかったですね。今までハイブリッド車は乗ってことないんで、で、燃費が魅力というのはございます。で、高級セダンはもう自分が高級セダンだなって思う車種を限定して絞り込んでいます。で、レギュラー仕様で、レギュラーガソリンですね。まあ、ベルファイアの方で、まあ、ずっと、レギュラーガソリン入れていたので、まあ、こっからまた廃屋っていうのはちょっと、躊躇したというか、まあ、レギュラー仕様がなるべくいいなというので、それも候補に入れました。で、まあ、予算は300万円以内。ということで、まあ、なかなか新車では、一括で買えるような金額じゃないなっていうので、まあ、中古車で予算300万円の方で、探しました。で、こっからですね、重要なのが、こちらですね。この条件で自分が求める静粛性と乗り心地をクリアできる車種を絞り込みましたと。で、まあ、独自ですね。まあ、静粛性と乗り心地が、まあ、自分が、調べた中で、この車種だったら乗り心地と静粛性いいんじゃないのかなっていうのを、まあ、独断で、僕の判断で絞り込んで、4車種の方が、出てきました。で、そちらがですね、こちらになります。まず、左上、クラウンハイブリッド。で、カムリハイブリッド。で、アコードハイブリッド。IS300H。先ほどの4選の条件の中で当てはまる車種がこの4車種。僕の中では出てきました。はい。で、こちらの4車種なんですけども、まあ僕がさらにそっから絞り込むのに絶対外せない条件が、まあサンルーフ。で、本革シート。で、この4車種は、まあ、すべて搭載されているグレードとかございましたので、すべて当てはまって、OK っていう感じで、で、さらに、そっから、まあ、4台、買うことはできないんで、こっから1車種に絞り込むために、まあ、いろいろ考えました。で、まずですね、まあ、今まで、まあ、僕が乗ってきた車の中で、まあ、高級セダンと呼ばれるものは、まあ、クラウンシリーズ、チオン系マジェスタ、で、17後期、クラウン、という感じで、まあ、クラウンシリーズは結構乗ってきたので、今回はクラウンをあえて外しました。
次はアコードハイブリッドなんですけども、まあ正直いろいろ見てきた中で、まあ内装が自分の中でまあしっくりこず、これはもうその条件っていう形で外しました。でカムリハイブリッドはすごく魅力的だったんですけども、まあ FF 駆動で結構ボディも長いので小回りが効かないっていうのが結構あって、まあ結構道幅が狭く駐車場も狭いところに止めたりしてるんで、まあちょっと不便、まあ利便性考えたらちょっとまあ全然いいんですけど、まあ外れるからっていうので外して、でまあ IS300H、 まあ初めての会社で、まあ新鮮でシンプルにワクワクしそうだったので IS300H をもう第一候補という形で自分の中で決めました。それぞれこの4車種全てそれぞれいいところございますので、まあこの4車種先ほどお話したのはもう自分の中での勝手な判断になりますんで、そこはご了承ください。でまず検索方法、車種 IS300H、 カラーは白ホワイト一択でしたね。でサンルーフ、本革シート、この4つをカーセンサーやグーといった中古車販売ネットを通じて検索しました。こういった白の IS300H、 こちらの方を候補に探しました。するとですね、玉数が少なすぎる、ちょっと玉数がなかったですね。サンルーフっていうのだけでも結構絞り込められるんで、そこでちょっとなかなかいいのが見つからないなっていう日々が続きました。でまあ結構玉数が少なくいろいろ悩んでて、まあ、何気なくまあ見ていた中古屋さんの方で、まあ、GS がいたんですよね。でそこでまあ GS 見てもどうせ廃屋だもんなって思って、まあ、詳細ページを見たらレギュラー仕様って書いてあったんですよね。え？みたいな、 GS でレギュラー仕様があるんじゃっていうのでびっくりしましたね。勝手な思い込みでもう廃屋だと思ってました GS は。はい、こちらの GS がまさかレギュラー仕様があったなんて思ってなかったですね。この GS が 300H だけレギュラーガソリン仕様っていう形でした。他の350や 450H は廃屋仕様となっておりました。でこちらの GS300H でこちらの方でレギュラー仕様があることを知りました。でそこからですね、 GS がすごく魅力的になりました。この IS 当初、まあ、IS を探してたんですけども、ちょっと GS へ変更いたしました。でその理由の方なんですけども、まあ IS は玉数が少なくいつ見つかるか分からない状態でした。でボディサイズが IS より、まあ、GS の方が少し大きく、まあそれが自分の好みだった。 IS より GS の方が玉数が多かったですね。で GS を検索した際、ビビッとくる車が見つかりました。聖子ちゃん風ということで、まあ、GS をたまたま 300H の方を検索したらちょうど、まあ、今の車なんですけども、まあ、そこが見つかってもうビビビッと来て購入したっていう形になります。 GS300H にした理由、まあ、経済的廃屋仕様っていうことなんですけども、まあ、そもそも外車は廃屋仕様が多いです。まあ、これもベンツ、アウディ、BMW といった外国車は廃屋仕様が多いです。で年間僕自身約2万キロぐらい走行いたします。ですんで結構ガソリン代っていうのがバカにならないっていう感じですね。で GS450H や LS、S クラスで視聴者様からいただいたコメントの中で LS、S クラスっていうのも廃屋仕様となっているので候補から外れました。でですね、まあ、今回、まあ、自分のつまらない縛りで候補者を減らすのはすごいナンセンスなんですけども、まあ、当時そこはすごくこだわってました。はい、結果セダンの絞り込みの最初の4選が全てでした。で
もう一度おさらいの方なんですけども、絞り込み4線ということで、僕が絞り込んだ4線っていうのがハイブリッド、高級セダン、レギュラー仕様、予算300万円、こういった絞り込みの中で見つけたのが GS300H になります。僕の勝手な独断と偏見でのお話をさせていただいたんですけども、まあ、お金ももちろん高級セダンでレギュラー仕様でいいのあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、今回はまあ僕の経験談っていう形でお話しさせていただきました。はい、それではですね、今回僕は GS300H 正直レギュラー仕様があることを知りませんでした。高級セダンでもレギュラーガソリン仕様はございます。ですのでハイオクはどうかなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方には購入の選択幅として広がるのではないのかなと思います。はい、で、まあ、GS300H、まあ、結構高級車の部類になると思うんですけども、こういった車でもレギュラー仕様があるっていうのは本当にありがたいですね。ありがとうございます。もちろん他にも僕の知らないレギュラーガソリン仕様の高級セダンというのがあると思いますんで、高級セダンのレギュラーガソリン仕様探してみてください。はい、簡単ではございましたがいかがでしたでしょうか。で、今回は中古屋さんで僕は車の方いろいろ条件合う車探したんですけども、その中でやっぱりいいお車、その条件がいいお車っていうのは結構すぐ売れます。で、もし気になった車ございましたら、もうすぐお店の方に問い合わせをして、まあ車の状態とかいろいろ気になる部分っていうのはすぐ聞いた方がいいと思います。で、自分は車をその気に入った車、まあこの車なんですけども、すぐお店の方に聞いたのがフロントガラスの飛び石の状態を聞きました。で、以前ベルファイアの方で僕飛び石が気になってフロントガラスを、まあ、全部変えたっていう動画を以前上げてるんですけども、まあそんぐらい運転する時に飛び石が目の前にあったらすごい気になっちゃうんで、まあ、そこはまず聞きました。で、あとまあ黒車だったらデイライトがつくかどうかとか、まあ、そういったのをすぐ、まあ、LINE ですね、もう電話とかじゃなくて LINE で全部だいたいやり取りをして、で、そこから電話で話してっていう感じで、結構話の方は淡々と進んでってっていう感じでしたね。で、やっぱり、まあ、いい状態の車っていうのはそんますぐ売れるんで、まあ、気になる車両がもし見つかったらすぐとりあえず聞いてみるっていうのがおすすめになります。それではいかがでしたでしょうか。はい、今回質問いただいたカーライフさん、いつもありがとうございます。今回僕がそういったLS や S クラスを選ばなかった理由は今回お話した内容になります。また気になることなどいろいろございましたらコメントの方いただいたら嬉しく思います。今回もし皆様のお車ご購入のご参考になれれば嬉しく思います。もしこの動画が良かったなと思ってもらえたら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。このグッドボタンとコメント、動画作成の励みになります。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。